それではこれより新型コロナウイルス感染症対策に関する知事の臨時記者会見を開催いたします。はじめに追加お話をさせていただきます。お疲れ様でございます。夜遅くに申し訳ありません。先ほどご説明した内容と重なってしまうわけでございますけれども、改めて、私から説明をさせていただきたいというふうに思います。2月の28日から実施をして、まいりました新型コロナウイルス、緊急事態宣言でございますが、当初懸念をされておりました、爆発的な感染拡大と医療崩壊による命と暮らしを守れない状況は回避をされたというふうに考えるため、当初の予定通り明日の3月19日をもって終了をいたします。その上で新型コロナウイルス感染症の危機克服に向け、道民の皆様や事業者の皆様と一丸となって戦っていく新たなステージに移行をいたします。その判断に至った経緯をご説明をさせていただきたいと思います。これは非常に許さない感じとかですけれども、新型コロナウイルス感染症をめぐってはですね、道民の皆様の命と健康を守ることを最優先といたしまして、一日も早くこの問題を収束をさせ、暮らしへの影響を最小限にするため、前例のない思い切った方法ではありましたが、2月28日から3月19日を対策の期間といたしまして、緊急事態の宣言をしたところでございます。また全国に先駆けて一斉休校を呼びかけるとともに、合わせてイベントの自粛や同立施設の休止を実施したところでございます。この間にですね、手洗いの励行はもちろん、風邪症状のある方の外出の自粛、換気の徹底、密閉空間に大勢が集まる状況を避けるなど、感染リスクを回避する取り組みの実行を訴えたところでございます。道民の皆様には危機意識を共有をしていただきまして、ご苦労をおかけをする中において最大限のご協力をいただきましたことに心から感謝を申し上げます。マスコミの皆様にも情報を適時適切に道民の皆様にお伝えをいただいておりますことに感謝申し上げます。どんといたしましても、政府に緊急の要請をいたしまして、国からの全面的なバックアップを受けつつですね、検査体制の充実や入院医療体制の整備、クラスター対策を含む積極的疫学調査の実施やきめ細やかな相談対応に取り組んできたところでございます。法に基づく宣言ではありませんでしたけれども、この緊急事態宣言を契機として、道民の皆様や事業者の皆様が結束して行動スタイルを変えていただいたことは、新型コロナウイルスの克服のみならず、今後あらゆる場面で北海道として困難を乗り越えるにあたっての礎となると確信をしております。改めて深く感謝を申し上げます。北海道の対策は道民の皆様の命と健康を守る取り組みであることはもちろんでありますけれども、我が国における対策の試金石ともされております。その効果は国の専門家会議において科学的な指標を用いて判断をされ、明日19日にも公表されるということで承知をしております。よって今後専門家の見解や国の動き等も踏まえて、どうといたしまして対応すべき点もあろうと思いますが、この緊急事態宣言は道の判断として始めたものでありますので、道として一旦総括をしたいというふうに思っております。ここからはちょっと画面もご覧いただきながら、皆さんも資料をご覧いただきながら聞いていただければと思いますけれども、改めて本土における新型コロナウイルス感染症の動向を振り返りますと、2月25日の小中学校の休校要請、緊急事態宣言、2月28日
でございます。9月の最終週時点ではですね、こちらにありますけども、この、まあ、ここですね、患者の方が急増している、状況がございました。先ほども申し上げましたけども、このまま爆発的に増加した場合、まあ、これはまあ単純な あれですけども、このままですね、この急激に増加したままの道をたどりますと、医療崩壊、そういったことも懸念をされたところでございます。まあ、これは単純に増加をこうやったわけでございますけれども、専門家の指摘の中にもそういったご指摘がございました。3月2日の専門家会議の見解の中でもですね、その時点の北海道の状況でございますけれども、人と人との接触を可能な限り控えるなど、積極的な対策を行えば、感染拡大を急速に収束させることが可能であるが、一方、人々が何も行動を変化させない場合、感染者が急増し、医療提供体制に甚大な悪影響を及ぼす事態を招くと指摘されていました。この2月28日に緊急事態宣言をして、まあ、こういった急激な増加を防ごうと言った数日後の3月の2日の専門家会議の見解でそのような指摘があったわけです。その後の対策の効果は、3月9日の専門家会議の見解では複数の科学的な指標により判断をすると、先ほど申し上げたようにされておりましたけども、道内のデータで分析をいたしました。その部分が以下の通りでございまして、まず宣言後の期間の患者増加でございますけれども、こちら、この急激な増加した場合、医療崩壊などが起こるというのもこの赤ですけれども、実際の患者の増加の状況というのがここの部分でございます。ですから、まあ、単純な予測ではございましたけども、急激に増加した場合と実際の期間中の、患者の方の増加、これは累計値ですけども、こういう状況になったというのが事実として、ございます。そして、繰り返しこの場でも申し上げてきましたけども、陽性患者の方の累計、検査結果陽性ですよということで判明をした方の累計とから陰性確認、その容体が安定をして、PCR 検査で陰性ということが2回確認をされた方、それがこの累計でございますけれども、陽性の方の、累計とですね、こちらがそうですけれども、その、差し引きしたものが現在の、患者さんの数ということで、こちらの今現在だと70名だでございますけれども、そちらがこの、部分になります。これが現在患者数です。この部分をご覧いただきますと分かります通り、宣言後、ここで宣言してますので、宣言後は大体60人台で推移してたんですが、70人台、80も1回かかりましたが、また70人台になってます。こういったおおむね宣言後横ばいの状況で推移をしているということです。これはそういった患者の方の爆発的な増加がなくて、医療崩壊が起きなかったことによりまして、またそこで稼いだ時間でいろんなベッドだとか体制を整えたことによって、適切な医療を提供したことによって、これは退院した方、要は陰性確認済みの方の累計ですけども、増加しているわけですね。そのことによって適切な医療が提供されていることによって、こういった状況を生み出すことができているということが言えると思います。そしてその次の資料にご覧いただきたいと思います。こちらが、発症日ごとの整理したデータでございます。この部分につきまして言いますと、この会見でも申し上げておりましたが、大体、これが11日ですから、この10日ぐらいですかね、3月の10日ぐらいから、現在に至るまでの数値というのはある意味で、後追いで入ってくる数字が、ここの部分は想定される可能性が高いわけでございますけれども、例えばここからここで切ったとしてもですね、ここの部分の流れを3月10日以前も含めて見ていただきますと、この最大ピーク時の状況から
それを下回るような状況で、少なくともこの、まあ、10日ぐらいの部分でですね、もう推移をしているということがございます。そういう意味からすれば2月中旬のピーク以降は右肩下がりの状況ということが、この事実として言えるということです。この赤のですね、発症の方の部分です。まあ、これは初めてご覧になる方もいるのであれですけれども、陽性として確認をされた後に発症はいつかということを特定しますので、青の棒グラフに対して赤の方がいつ発症したかということですので、そういった部分での健康が重要だということであります。次、資料3をご覧いただきたいと思いますけれども、こちらは北海道と札幌の状況を分けてそれぞれ表示をしています。青の棒グラフについては北海道の部分でございまして、赤の部分が札幌市の方です。こちらご覧いただきますと、札幌市を除く部分の発生状況についてご覧いただきますと、この青の棒グラフでございますが、このピーク時から総じて減少傾向ということです。ここの部分が患者数の部分でも置き換えていきますと、確実にこの減少をしてきているところが言えると思います。一方で札幌市の状況を見ますと、スタート時点では少なかったんですけども、ここ最近は増加をしている傾向が見られるわけでございますけども、まあ、そのライブバーなどでですね、感染例が確認をされているわけでございますけども、いわゆる感染源が明確な事例、まあ、そういったものがこの数字を押し上げているということが言えるというふうに思います。ですからそういった意味では一定の制御下に置くことができているというふうに言えると思っております。まあ、こういった状況分析を行ったところでございます。さらにこの間、国からの応援もいただきながらですね、検査体制の充実、宣言時点では1日あたりの検査の最大件数が100名分でした。それが現在では200人分が1日あたりの処理として可能になっています。病床の確保につきましても宣言時点において150床でございましたけれども、今道内全域で250のベッドを増加、250床まで増加をしているところでございます。この点についてもですね、継続的に検査や病床確保については取り組みですね、感染者の増加にも対応できる体制、まあ、そういったものも整えてきたところです。それとこの緊急事態宣言を出した時点ではですね、まさに新型コロナウイルスのそういった特性ですとか、また今は世界各国で緊急事態宣言、また非常事態宣言、人との接触をできるだけ避ける、そういったことが全世界で行われておりますけれども、当時はそういった状況ではございませんでした。そのような中で判断をしたわけでございますが、まあ、結果としてですね、さまざまなそういった情報が蓄積されてきたということが我々にとっては まあ、あったと思っています。まあ、以上を総括いたしますとですね、緊急事態の宣言の結果として2つのことが言えるというふうに思っています。一つは、現時点において医療崩壊を起こすような急激な患者の増加は生じていない。緊急事態を宣言した時点で恐れていた状況には至らずに済んでいる。この点については、まあ、皆さん、お分かりいただけるんじゃないかというふうに思います。2つ目は、緊急事態宣言の期間中に申し上げました検査の体制や病床の確保など必要な体制の強化を図るとともに、必要な情報の蓄積によりまして新型コロナウイルスと戦う体制を整えることができたと評価をしております。緊急事態を宣言をする前の状況とは異なっているというふうに考えています。
これは緊急事態を宣言をいたしまして、行動スタイルを変えていただくように呼びかけたことに応じて、道民の皆様お一人お一人が意識や行動に大きな変化が起きたことの成果でありまして、これはまさに道民一人一人がこのような取り組みをしていただいたおかげで現在このような状況になっているということでございまして、このことに対して全ての方々に改めて深く感謝申し上げたいと思います。こうした取り組みの中で事業者の皆様の中には感染拡大を防ぐさまざまな取り組みも行われ始めておりまして、感染拡大のリスクを防ぐためのさまざまな工夫を講じて事業の再開や継続を図る事例が出てきております。さらに学校においては春休みまでの一斉休校を実施する中ですね、徹底した感染予防対策を前提とした分散登校にも取り組んでいただいて、感染拡大防止と学校活動を両立をさせ、新学期に備えるためのモデル的な取り組みも進めております。その一方で現在事業活動を縮小せざるを得ない事業者の皆様が存在をするなど、社会経済活動に大きな影響が出ているのも事実でございます。道内もですね、初発の患者さん、初発の患者さんと言って何だかわからないということだと思いますけども、濃厚接触者、陽性の方の濃厚接触者などのそういう、方からの感染ではない、要はどういった経緯で感染をしたのだろうという方がですね、引き続き発生をしている状況がございまして、安定傾向にはあるんですが、収束に向かっているとまでは言い切れない状況がございまして、依然として油断できない状況でございます。また新型コロナウイルス感染症が世界的広がりを見せて、WHO もパンデミック、世界的な大流行であるというふうに見なされる表明をした現在、早期に収束するかは見通せない状況にございます。また国内においても患者の広がりが続いているという状況です。緊急事態宣言は道民の皆様の行動スタイルを変えるきっかけとして有効に機能をしたというふうに考えておりますけれども、一方で国内外の状況を踏まえれば感染拡大防止に向けた取り組みが引き続き必要でありまして、これまでの取り組みを継続していく必要がございます。一方で先ほど申し上げたように社会経済活動への影響を最小限にしていく必要がございます。そのためには道民の皆様の意識や行動を変革し、それを持続させることのみならず、その高い意識と具体的な行動をベースに道民の皆様や事業者の皆様をはじめ関係者が一丸となって感染拡大防止の取り組みを行いつつ、社会経済活動を行う社会を作る、この北海道モデルというものを確立していく必要がございます。こうした考えのもと、現時点はまさに新型コロナウイルスに道民や事業者の皆様が一丸となって立ち向かい乗り越えていくステージと移行する段階、よって緊急事態宣言は予定通り3月19日をもって終了するとともに、新たに3月20日からは新型コロナウイルス感染症の危機克服に向け、道民の皆様や事業者の皆様と一丸となって戦っていく、そういった新たなステージに移行していくことといたします。道民の皆様には3月20日からも気を緩めることなく感染拡大防止に取り組んでいただきたいと思います。具体的にはこれまでもお示ししてきた通りでございますが、外出をするときには必ず3つの点をご確認いただきたいと思っています。
体調は大丈夫ですか、風邪気味ではありませんか、人が大勢集まり風通しの悪い場所ではありませんか、感染リスクを下げる方法はご存知ですか、この3点をご確認をいただきますとともに、引き続き徹底をしていただきたいと思います。また3月9日に国の専門家会議から示された見解において、換気の悪い密閉空間、多くの人が密集した場所、近距離、お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話が行われたという3つの条件が同時に重なったところで集団感染が確認されていることが示されております。道民の皆様にはこれらのリスクを最小化する取り組みを積極的に行っていただきたいと思います。事業者の皆様にも事業活動を継続していく上で、3つの条件が同時に重ならない環境づくりに積極的に取り組んでいただきたいと思います。どうとしても今後事業者の皆さんの取り組みを応援をしていきたいと思います。なお、道としては同立施設や同主催のイベント等について3月末まではこれまでと同様の基準で休止、中止をいたしますが、その間を感染リスクを低減させつつ再開していくための対策を打つ期間としたいと思います。その上で新年度からは感染拡大を防ぎつつ社会経済活動も通常に行う、そのようなモデルとなるよう取り組んでいきたいと思います。繰り返しとなりますが、これまでの道民の皆様のご理解とご協力に心から感謝を申し上げますとともに、引き続き新型コロナウイルス感染症の克服に向けまして一丸となって戦っていただきますよう心からお願いを申し上げます。私からは以上です。これからご質問を受けいたします。発言者に署名等の場合をお願いいたします。マイクであります。国会の支部の方です。まず、外出自粛要請、ずっとこの間知事、週末についてですね、最初は一律の形をついて、2週目以降は、一定のこう条件付きで、外出自粛の要請をしてきたんですけども、今度の20日からのですね、その3連休、この期間における外出自粛要請というのはどうなのかという点と、その外出自粛要請の、内容がですね、これまでと比べてちょっと変化する点というのはあるんでしょうか。教えてください。外出自粛に関する話でございますけれども、道民の皆様の理解、そして意識が高まってきた中におきまして、直近の2回の週末についても一律の外出の自粛ということは求めて、おりません。いろいろ外出自粛という言葉がある意味では先行する形で、報道などがなされている部分があるかと思うんですが、繰り返しになりますが、直近2回の週末も一律の外出の自粛というものは求めてこなかったわけであります。今後も同様に一律の外出の自粛は求めませんが、先ほど申し上げたような少しでも風邪の症状がある方はこれは外出を控えていただきたいと思います。また特に重症化のリスクの高い方、高齢者の方、持病のある方などなどはですね、感染リスクの高い場所への外出は控えていただきたいと思います。で、これ以外の方もですね、感染リスクの高い場所への外出を十分に注意をするとともにですね、そのリスクを下げる行動にも取り組んでいただきたいというふうに思っています。で、この点については引き続き皆様に強くご理解とご協力をお願いしたいというふうに思っています。そしてですね、この点につきましては、これは週末平日問わず、皆さんにはご注意いただきたいというふうに思っています。今までもそうだったんですけども、やはり熱がある場合はお休みをいただきたい。これは平日土日だからということではなくてですね、今社会的にそういうことを求めているわけでありまして、体調が悪いと
こういう場合についてはやはり外出を控えていただきたいと思いますし、まあ、今お話をしたようなことについては週末平日問わず皆様にご理解ご協力をいただきたいと思っています。ということは申し上げますけどね、まあ、この週末というふうにこの間ずっと週末という形でやってきましたけれども、今後はその週末っていう打ち出しはしないで、まあ、今おっしゃったような内容を引き続きお願いしますという状況になる。そうですね、まずはこれは日本全体で取り組んでいる取り組みでございますけれども、まあ、我々の場合は緊急事態宣言というお願いを出しながら、まあ、平日に比べますと週末の行動がですね、皆さん選択の余地が広いという状況の中で、毎週末については、まあ、特にご注意いただきたいとお話をしてまいりましたが、専門家の見解やまた全国の取り組み状況なども踏まえますと、これは平日週末問わずですね、やはり発熱をされている場合については、やはり外出お休みをいただくことなどですね、この点については週末平日問わず行っていただきたいというふうに思っています。ちょっと変わりまして、この先ほど発表された資料の中で資料3社で、札幌がですね、特にここに来て増えているという状況を示すデータが、あったわけですけれども、この札幌が増えた要因についてですね、知事新聞のように受け止めていて、札幌 の、この緊急事態宣言中の構えに、甘さがあったというふうな認識はあるんでしょうか。まあ、やはり道内の人口が集中する大都市であるという状況や、また人の移動もそういう意味では札幌に人が集まり、また、という状況の都市構造上のですね、背景などもあるというふうにも思いますが、人口に比してですね、そういった意味では当初非常に少なかったわけですね。でその部分が、まあ、この直近では増加をしていると。でこの要因をどう捉えるかということなんですが、我々としてはそういったライブバーなどですね、の感染 で感染源が明確なものの事例が多いと。でこういったものを除くと、そういう意味では増加はしているものの、制御下に置くことができているというふうに考えました。ですから札幌を除いた部分は明らかに下がってきている部分もありますので、この点についてはかなり分かりやすいと思うんですが、この札幌の増加をどう捉えるかという点について言うと、その内訳をですね見ていくと、そういったまあ、ライブバーなどのですね感染 で感染源が明確な事例が多いので、そういったものを除くと、まあ、一定の制御下に置くことができているという評価をいたしました。特段その札幌 の、この感染防止対策に甘さがあったっていうわけではない。まあ、これはその分析がですね、なかなかその自治体別の分析というのはそれはなかなか難しいところがございますけれども、まあ、多くの方が協力をしてですね、緊急事態宣言後行動をスタイルをですね変化をしてくれている事実はあるわけでございまして、そういった意味では一定の抑制が効いているというふうには思うんですが、そういった自治体別の状況というのは今現時点で発言するというのはなかなか難しいかなと思います。ですね、まあ、今後新たなステージということで、その危機克服への一番となるステージというふうにおっしゃってましたけれども、このステージは、先ほどの冒頭のご説明にもありましたけれども、まあ、再開への対策を打つ期間ということで今年度いっぱいで、終わると。つまり新年度からまた違う危機克服ではない違うステージが始まる。いや、この点はですね、新たなステージについては、新型コロナウイルス感染症がですね、この全国的にも世界的にも広がっているんですね。ですからその北海道が落ち着いたとしてもですね、そういった意味では全国、ひいては世界がそういったトレンドになっていないと、再びまたそういった感染の拡大なども、起こりうる状況があるということだと思っています。ですからそういった観点から考えると、
感染予防対策っていうのは当然徹底してこれやっていかなきゃいけないんですが、やっぱり社会経済活動っていうのをじゃあゼロにできるかと言ったらですね、それはやっぱ難しいと思うんです。ですから、まあ、よくアクセルとブレーキで、その感染拡大予防策が、なんていうんですかね、ブレーキでですね、社会経済活動をさらに推進するのがアクセルだっていうふうに言われるところがあるんですけども、そういうある意味ではその、リスクの高いところには行かないということだったり、リスクの高いところには、行かないで家にですね、待機をしていただきたいということだと、そのリスクが高いところとは変わらないですね。ですからやはりそういったリスクの高いところのリスクをむしろ低減をさせていくということや、感染拡大の予防策をしっかり行うことによってですね、うまく社会や経済がこう噛み合っていく、そういうバランスをですね、やはり追求していかなきゃいけないということにこれはなってくるんだと思います。で、北海道の場合はそういった意味では他の県と比較して、患者増の増加だったり、緊急事態宣言というお願いによってですね、そういった意味でかなり先手先手にいろんなことをやってきたことによって、今むしろ他の県で患者増加スピードがすごく高くなっているところなどもあるんですね。そういうところは逆に今そういう我々が直面していたような状況にむしろなってきている部分もあるわけです。ですからそういう意味ではその感染拡大の防止をする中にですね、社会経済活動を維持するそのベストな形ができれば、そういった世界的な感染や日本全体の感染があったとしてもですね、北海道の中ではしっかりとその社会経済活動がある程度維持ができるということがですね、作れるんではないかと。だからそういった外に出ないようにしようっていう、強力な措置をしたわけですが、今度はそのむしろそのリスクを減らしていこう、そのリスクのあとでいかないっていうだけじゃなくて、リスクを減らして、全体としてその、社会経済活動も回しながら感染拡大防止の徹底を図っていくっていうステージに、みんなでやっていこうじゃないかと。この今のステージの結果が今決まってるわけではない。これはですから完全な収束っていうのは誰もわからないと思うんです。ですからそこに向かって我々としてはできることをみんなでやっていこうっていう段階に行くんだということです。最後に、先ほど説明されてましたけど、専門家会議の、見解が明日の夜にも示されるというふうに、言われてますけれども、これを踏まえた、さらにこうどの方針というのはいつ示されるでしょうか。その専門家会議の中において、北海道の状況分析っていうのはある意味でその緊急事態宣言を出した中で、どういった成果があったのかっていうのを、科学的な観点でですね、分析評価するという状況です。でその部分を国の政策の中で、参考にしようというお話なんですが、でその点については例えば新規 の患者さんの状況ですとか、そのいわゆる、クラスターのですね、リンク、さっき言った初発のそういった状況だとか、実効再生産の指標だとかって示されているんです。で、道内のデータとして新規の患者さんの発生状態や、またその濃厚接触者からの発生、さっき言った初発の話ですね。で、そういう状況かどうかっていうのは我々データ持ってるんで、で、そこである程度データ分析をして、で、専門家会議の方にもですね、個別に意見交換をさせていただいて、で、我々の分析判断っていうのが専門家の目からのですね、一定の正確さというか部分があるということも意見交換をさせていただいた上で、今回、このような緊急事態宣言の、終了と新しいステージへということを判断しました。ですから、国が正直どういうものを知らせてくるのかってわからないですし、しかも19日っていうのが何時に発表されるかわかりませんし、ですから私どもの判断としては道民の皆様には19日までということで申し上げているわけですから、それはその前日たる18日にまずは道の判断として
どうするのかということを判断する、まあ、国の判断を受けて我々どうするかというか、国が我々の状況を参考にして国の政策を決めるって言ってるわけですから、だからそこはちょっとなんか不思議な感じではありますが、ただしっかりと社ファクト、事実関係、データをしっかり整理してということは専門家でやりまして、今日先ほど申し上げたような整理をさせていただいているということです。よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。どうも。HTB です。知事はお話しあったように、その感染拡大の防止等のですね、成果は緊急事態宣言であったと思うんですけれども、逆にですね、街の人通りですとか、飲食街への影響、観光への影響等もあったと思うんですけれども、それに対しては今後どのようなというふうにされるんでしょうか。まあ、しっかり国 の, その経済対策といいますか、そういった国の施策も出てきますので、まあ、同議会の中でも、しっかり議論をしなければなりませんが、その国の政策と連動した形でですね、しっかり北海道としての対策も打っていきたいというふうに思っています。対策の中で今の同議会の中で補正予算提出、どうもお考えありますでしょうか。その点についてはですね、時期を逸することなく適切に国の政策とも連動して、議会の議論を踏まえてですね、判断していきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、他にご質問はございますでしょうか。朝新聞の斉藤です。先ほど知事おっしゃってましたけど、今回の緊急事態宣言は道民の協力もあって有効に機能したというふうにおっしゃってましたけど、これは道の総括として緊急事態宣言を出したのは、適切な措置であったというふうな総括ということでよろしいでしょうか。先ほど申し上げた成果として、これの最初のやつ見ていただきたいんですけども、我々として緊急事態宣言を出すにあたってですね、爆発的な感染拡大、感染が爆発的に拡大すると医療崩壊が起きて、その命を守ることができないだけではなくて、結果として社会経済活動にも大きな影響を与えることになるわけです。ですからそのことを、避けるという中で、現時点においてそのような爆発的なですね、急激な患者増加が生じていないということ、そしてその時点で恐れていたような状況には至らずに済んでいるという点、そしてそういった患者の急激な増加や医療崩壊というものが起きたらですね、そういった意味ではコロナと戦う上での検査や病床やそういった準備をする時間もないわけですね。その中でも大変な状況になります。ですから緊急事態宣言を出してそういったものを回避しつつ、病床や、検査の体制、そして今こそですね、クラスター対策ということで各県とかに行ってですね、集団感染の状況などの国の専門家チームが動いてますけども、あれも専門家の派遣要請というのを政府に対して我々して、でクラスター班が派遣をされて初めて運用したのが北海道です。でクラスター班 そのクラスター対策というのが機能した、こういう状況などもそういう意味では体制を整えることができた、このことがやはり成果として一つあるんだろうというふうに思います。19日をもって緊急事態宣言は一旦解除ということですけれども、この3月20日からは現状としてやはり道内外でまだ感染者が出ている状況というのを踏まえて、週末平日問わずこれまで同様気をつけて行動をしてもらうということだと思うんですけれども、それで先ほどおっしゃったその新年度からはですね、通常の社会経済活動に戻れるようにというようなことをおっしゃったというふうに思うんですけれども、その4月1日から、元の北海道に戻れるように、
現時点では目指していくという、まあ、その時の状況によるどうなるか分からないと思いますけど、まあ、4月1日新年度から元の北海道に戻れるように、引き続き頑張っていくというそういう理解でよろしいでしょうか。状況は刻一刻と変わってまして、そういう意味では全てを予想することは困難ですが、やはり相当なやはり緊急事態宣言の中で皆さんにご協力いただきました。かなりの事業者の方にも負担をおかけをした状況もあるわけであります。でそれはでも北海道だけではなくて、日本全体、そして世界全体で今取り組んでますけども、まあ、一つはやはり小中等特別支援の休校をして新学期に向けて今準備しています。子どもたちが学校を通常通りできるように。ですからやはり、まあ、我々もですね、しっかりそういう目標を持って、来年度にはしっかりですね、そういった通常の、社会経済活動ができることを目指してですね、感染拡大の防止策をしっかり、どういったことができるんだろう、今まではそのリスクを避けること一辺倒で、まあ、いわゆるこう守り一辺倒でやってきた。でもそれで効果が出てきたけども、じゃあこれを1年間2年間3年間、まあ、そこまで長期にならないかもしれませんが、じゃあ数ヶ月間、じゃあずっと同じレベルでできるのかって言ったらやっぱ難しいと思うんです。だから感染拡大防止策をしっかりやった上で社会経済活動っていうのをどうやって回していくかっていうモデルをやっぱり作らないといけないと思っていて、で緊急事態宣言っていうことをお願いをさせていただいたことによって、皆さんの行動が変わりました。これは大変すごいことだと思うんですね。他の国ではそういった意味ではかなりの、強制力を持ってそういったことをやっている国もあるわけですけども、道民の皆さん一丸となって感染拡大防止をしようということは、本当にお一人お一人が努力をしてくれたことによってこの爆発的な感染を回避できたわけです。ですから今度はその熱を感染拡大の防止とともにその社会経済活動をやっぱりしっかり回していこうよ、その北海道のモデルをみんなで作ろうじゃないかというところにあり、力をみんなで注いで、でそれをしっかり国も後押しするべきです。それは我々もしっかりやっていかなきゃいけませんが、そういう状況が生み出さなければずっといわゆるこの、社会経済活動をもう圧倒的に抑制した中でですね、長期間やっていくという答えしかないわけですから、だから結果として感染拡大防止対策を一つ一つの事業者の皆さんも協力しながらやっていくと、町全体の感染予防対策が徹底されることになりますから、全体でその感染リスク下がりますよね。ですから必ずしもアクセルとブレーキの関係じゃないと思うんですよね。ですからそういったものは理想像かもしれないけども、でもそういった理想をみんなとやっぱり目指していくっていうのは大事なんじゃないかなと思ってます。そう、すみません、最後に今回の緊急事態宣言というこのネーミングについてですけども、新型インフルエンザ等特措法の中にもありますけど、このネーミングが果たして適切だったかどうかというのは現時点ではどういうふうにどうされますか。当初非常事態宣言にするか緊急事態宣言にするかとかいろいろ議論はしたんですけども、まあ、緊急事態でしたんでね、緊急事態宣言というのが一番皆さんにご理解いただけるだろうということで、各お願いについて、緊急事態宣言とその皆さんにお願いをしたいことを、発出するという方法を取らさせていただきました。まあ、その後国が新型インフルエンザ特措法を改正するとかですね、でそういう緊急事態という言葉が出てきたりだとか、まあ、そういう状況があったわけですけれども、でそういった動きになるというのは全く我々は予想してなかったわけですけれども、でそういった経過の中で決定させていただいたというものです。ありがとうございます。他にご質問はございますでしょうか。どうぞ。共同通信の次の申します。
知事が先ほどの社会経済活動という部分の中でも繰り返されていました。これは具体的にはどういったことを指しているんでしょうか。まあ、やはりそれぞれ、外出を控えていただいた中でですね、例えば飲食店ですとかお買い物をするのを控えたりだとかされて、協力をいただいたわけでございますけれども、まあ、お店の努力の中でさまざまな感染予防対策、先ほどの対策本部の中でもご紹介しましたけれども、結果が取られている状況もございます。ですから各事業者の皆様も感染予防対策をやはりしっかりしてお客様を迎え入れようという努力を各事業者の皆様やられています。この点は北海道がより緊張感を持って皆さんやってくださっているところだと思います。ですから、そういった新型コロナウイルスの感染拡大の状況が世界のトレンドとしては、拡大傾向の中にあっても、やはりそういった北海道の素晴らしい食であり、また魅力であり、そういったものを皆さんに安心して、この何て言うんでしょうか、楽しんでいただける状況っていうのは、全てが収束すれば本当にそれは一番素晴らしいことですけれども、新型コロナウイルスとも戦いながらも、できる限りそういった社会経済活動を両立するという、そういったものをですね、みんなで考えていかなきゃいけないということだと思ってます。ですから、それぞれが取り組んでいらっしゃるそういった好事例なども本当に多くありますので、そういったものを皆さんと共有をしていって、まあ、そういった北海道モデルじゃないですけども、同じようなことをだって全国の皆さんが必要とすることになるんじゃないかなと思うんです。ですから、そういったものをぜひ作り上げていけたらいいなと。今の話では北海道を訪れる例えば観光客の回復だとか、あるいは先ほどその学校の話も出てましたけれども、新年度からの新学期、学校の、まあ、再スタートにも含むという理解でどうでしょうか。そうですね、学校は新学期からスタートをできればという中で、分散登校という感染拡大防止対策を徹底した上での新学期に向けた取り組みをスタートしています。この分散登校も他の県の市とかでも北海道の事例を参考に取り組んでいらっしゃったりもしますので、ですからそういった意味では一つのモデル的取り組みになっていると思いますけれども、これはやはり子どもたちが新学期に、まあ、国の方がどういった基準を出してくるかというのも全くわからないんですけれども、やはりしっかり感染予防対策を徹底した上で、その学校に子どもたちもですね、新学期から行けるようにですね、楽しみにされていると思いますので、大人たちはそこに向けてしっかり、みんなで協力して、どうやれば再開できるかということを取り組んでいかなきゃいけないと思っています。よろしいでしょうか。他にご質問はございますでしょうか。NHK の生田です。少し話が忘れるかもしれないんですけれども、オリンピックについて、東京オリンピックについてですね、まあ、女子を含め、国内外で、開催の可否について話が出ていますけれども、まあ、現時点で、これも社会経済活動の、まあ、通常のものに戻ればという話が各国で出ていると思うんですけれども、現時点での知事の受け止め、教えていただけますでしょうか。さまざまな報道がなされているということについては承知をしておりますけれども、大会組織委員会からですね、今月の12日に、大会の延長や中止は一切検討していないとの通知が自治体にございました。それと昨日の IOC 臨時理事会、これは電話会議ということですけれども、予定通りの開催について確認をしたというふうに聞いています。ですから、今後ともですね、大会組織委員会と緊密に連携をしながら、大会開催に向けた準備というのを、こういう時だからこそしっかり行っていくということが必要だと思っています。よろしいですか。他にご質問はございますでしょうか。本日の吉村です。1次産業の支援についてお伺いしたいんですけれども、
明日がこっちの区切りっていうところで、まあ、ガイドラインも作成されているところだと思うんですが、今後何か新しい仕掛けではないですけれども、そういったものをもう一回どうとして、現行で何かあったりしますでしょうか。まあ、これからの対策については、まあ、先ほど申し上げた通り、今後、議会でのご議論も含めてですね、国の対策としっかり連携をして、打ち出していきたいというふうに思っています。本堂が誇る素晴らしい食、このホタテや牛肉などの価格が残念ながら下がるなどですね、影響を受けている状況でございます。伊藤副大臣が来られて、そのガイドラインの作成や、また北海道での対策本部といいますか、その出先の中でですね、そういう対策を組んでいただいているわけでございました。そういったところとしっかり連携をして、北海道の素晴らしい食が何ら変わる状況なく魅力を放っているわけでございました。こういった時だからこそ、多くの方にその魅力に触れていただく、そういった機会を作るべくですね、対策をしっかり講じていきたいと思います。そういう機会っていうのは、イベントを随時ご自粛の中でも開催していくみたいな、その中身についてはですね、まあ、先ほど申し上げたように今後検討していくということでありまして、まあ、皆さんにお示しできる段階になりましたら、しっかりとお伝えしていきたいと思います。あと1点お伺いしたいんですけども、ガイドラインも農水省のものと北海道版で2つあると思うんですが、こう見た限りだと農家の人たちどっちを見たらいいかということが一見したがり重複する部分もあるんですけども、ちょっとご覧にしまう方がいると思うんですが、そういったところの使い分けみたいなものっていうのは、今後どういうふうに発信していくか、ちょっと一緒に見ていただきたいです。ちょっと国のガイドラインとその北海道のガイドラインを比較して検討するような状況について私自身ちょっと掌握してないので、それは後ほど部から回答させていただきたいと思いますが、まあ、そういった利用者の方にとってですね、分かりにくさがあるということであれば、ガイドラインができたばっかでございますので、しっかりとした情報提供ができるように取り組みを改めていくべきだとは思います。はい、他にご質問はございますでしょうか。北海道新聞の高橋です。経済対策についてお聞きします。先ほど国と連動した形で時期を逸することなくやっていきたいというお話でしたけれども、具体的にもう少し何かどのように対策を打っていくのかというところがあれば教えてください。まあ、先ほど申し上げたように具体的な内容については現在検討中ですので、その中身については皆さんにお示しできる状況になりましたらお示しをさせていただきたいと思います。まあ、いずれにしても道内においてさまざまな課題が生じておりますので、その課題に対応できる内容とするべく、今後早急に詰めていきたいと思います。そうですね、新たなステージへ移行するということで、北海道モデルというのを取得していきたいということでしたけれども、これはどうがやっていくことなのか、道民がやることなのか、道民に呼びかけていくということをどうがやるということなんでしょうか。この辺はちょっと、まあ、みんなで一丸となってやらなきゃいけないと思います。それは道民の皆さんの力が必要です。感染予防対策を徹底する上でも、道民の皆様お一人お一人の、そういった対策が、まさにあったからこそ、今こういった爆発的な感染、または医療崩壊が起きない中で、この対処ができている。まあ、これも全て道民の皆さんの力です。ですから感染予防対策についても引き続き道民の皆さんの力が必要であります。また事業者の方々においてもですね、先ほど申し上げたような感染予防対策を徹底した上での事業再開ですとか、新しい試みを各事業者の方、取り組みを進めてくださっているところもございます。ですからそういったものを広く皆さんと共有をしていくということは、直ちにこれやらなきゃいけないと思ってますし、またその取り組みを行うにあたってですね、皆さんがなかなか感染予防対策の専門家の方のご助言をいただける、そういう事業者も、いらっしゃると思うんですが、そういった方が身近にいないとですね、なかなかそういった適切な感染予防対策なのかどうかがわからないという部分もあろうかと思いますので、まあ、我々はそういった今
新型コロナウイルス対策においてですね、さまざまな取り組みをしています。ただちょっと保健所がですね、通常ですとそういう衛生管理だとかそういうところは担うんですが、今新型コロナウイルス対策でかなり忙しい状況がございまして、ですからどういった形でその体制を支援していくかということは今後考えていかなければなりませんが、いずれにしても国や北海道、市町村、道民の皆さん、事業者の方々、みんなで力を合わせてこの厳しい状況を乗り越えていかなければならないというふうに思いますので、多くの方にご協力をいただきたいと思います。それを行き渡らせるためにどうもいろいろ施策を打っていく、必要な対策は当然のこととしてやっていかなければならないと思います。もしても話題が変わるんですけれども、コロナウイルスがですね、世界中に広まっている中で、また再びですね、感染者が道内でも増加するというような状況にならないとも限らないと思うんですけれども、もしそうなった場合にですね、また社会経済活動を制限するというようなことになるのか、それはどのような指標を持って状況が悪化したと判断されるのか、そのあたりを教えてください。やはり患者確認の状況だとかそういった部分だと思いますけれども、本日政府の方もですね、新たに、入国待機要請ということで、入国制限対象の国と地域などですね、追加をしたということで、本日の午前0時時点から実施をするというようなことになっておりますけれども、まさにそういった、水際対策などについては、これは国として責任を持って、しっかりと対策を打っていただきたいというふうに思いますけれども、その中においてですね、例えばそのここの部分でいうと入国をされた方々など指定の場所で2週間待機などのですね、状況を国として求めていくという難行などを徹底していただくとともにですね、そういった再びの再度のそういった感染拡大というものを防ぐ取り組みというのは、都道府県や市町村としっかり国も連携をしてやっていかなければならないことだと思いますので、その点について、しっかり取り組みを進めていかなければならないと思っています。その再度の拡大などについてはですね、今そういったものを察知する、そういった状況は整えてますので、患者状況の増加だとかそういうトレンドをですね、しっかり把握できる対策できてますから、そこでしっかり発行していくことになるんだろうと思います。最後に、もしそういうふうに患者が増えた場合ですね、現状の、病床数ですとか検査体制で、十分対応できる、十分整えられたという認識でいらっしゃるということでよろしいでしょうか。この検査体制や病床の状況というのはですね、絶えず医療機関などともお話をしながら状況というのを変えていかなければいけないと思いますし、また政府の基本方針にあっても、それぞれ、基本方針の中で段階フェーズが変わった場合は、いわゆる、病床のみならずですね、自宅での療養などもですね、踏まえた検討をしなければならないということで基本方針の中で、触れられているわけでありますけれども、そういった事態にならないように、しっかり感染拡大を防止をしていくことがまず大事だと思います。またそういった状況に、なった場合についての対策といいますか、そういうシミュレーションというか考え方、そういうものについてはですね、当然考えていかなければならないというふうに思います。よろしいでしょうか。他にご質問はございますでしょうか。HBC です。HBC です。道民の行動をどうしたらいいかというお話なんですけれども、これまでの間ですね、なるべくその感染を広げないようにということで、道民の間で会合を控えたりとか、飲食店の利用を控えたり、不要不急の買い物を控えたりという、ちょっと自粛の動きが出ていたと思います。ただ、今後その社会経済活動を回していく上でですね、感染対策に気をつけながらも、会社とか飲食店の利用をもう少しこう積極的にやっていってもいいというそういう受け止めでよろしいでしょうか。
っぱりあの感染拡大防止対策防止がですね、あのしっかりできているかどうかという点について、しっかりあの見定めていただきたいと思います。やはりあのこう各事業者の皆さんもさっきお話をしたように、感染拡大防止に向けた取り組みを飲食店もはじめ、こう自主的に取り組んでいただいているところもあるわけでありまして、そういったことも踏まえてですね、外出にあたっては先ほど申し上げた3点などを確認をしていただいた上で、報道していただきたいというふうに思います。道民 の社会経済活動が回していくということ も念頭に置いて行動した方がいいということですか。まあ、道民の皆様もですね、緊急事態宣言を出す時以上に、まあ、マスコミの皆様の連日の報道もあって、新型コロナウイルスに対する知識やまたどういった特性、また感染拡大のリスクっていうのが重なるところがどういうところなのかということも、皆さんご理解が深まってきていると思います。まあ、なおさらにですね、そういった周知徹底は当然やらなければなりませんが、まあ、そういった中で外出をする場合は先ほどの3点なども確認をしていただき、また事業者の皆さんにも、そういった感染拡大防止対策を、やっていただいて、社会経済活動というのをしっかり回していくには、どういう対策が必要なのかというのをみんなでやっぱり考えて、対策をしていくという段階にしていきたいと思います。よろしいでしょうか。他にご質問はございますでしょうか。第1部の沢です。先ほどの共同通信さんの質問の人が始まるんですけれども、一斉休校、そしてそれにつながる本山高校の関係で、今回、知事が総括されている緊急事態宣言に先立って、まあ、一斉休校の判断をされて、その後、本山高校の判断をされていると思うんですけれども、今、知事がもしお示しできる範囲で、この一斉休校、そしてこの本山高校、もうそろそろ春休みが始まってくることなので、その評価とか、効果みたいな。まあ、当初一斉休校は国の判断に先立って私はやりましたけれども、まあ、国が判断したような長期間に及ぶものではなくてですね、まあ、なかなかそのかなりご負担が大きいものですから、大体1週間程度ですね、ということを考えておりました。まあ、これは人と人との接触をできる限りという観点ももちろんありますけれども、その児童生徒や先生や、その学校に関するスタッフの方が、陽性が相次いで出るなどの状況を踏まえて、教職員の皆様の、そういった状況、健康状況なども全ての学校確認できていませんでした。また子どもたちのそういった健康状況、状態についても、確認をすることができなかった。また校舎などのそういった環境もですね、まあ、そういう意味では、子どもたちは清掃などをやってましたけども、受け入れ体制としてどう大丈夫なのかなというところもありました。だからそこをリセットする上でやはり必要だということで判断しましたけども、後に、まあ、WHO などもその学校の休校に対して一定の効果があるということであったり、まあ、今30数カ国がですね、そういった休校などの感染予防対策としての取り組みをされているということ、これ後ほど分かったことでございますけれども、そういった意味では一定の感染予防対策という意味での取り組みとしての効果が世界的にもですね、周りでは認められているということがあるのではないかと思っています。ただいずれにしてもこれは数字というか結果がまず大事だと思うので、一つはこういった状況になっているということの一つの要素としてもそういったものがあるのではないかと思います。よろしいでしょうか。他にご質問はございますでしょうか。質問します。読売新聞の井上と申します。緊急事態宣言のですね、終了する判定にあたって、このクラスターの効果、クラスター調査のですね、効果はどのぐらい影響を与えたのかというところをお伺いしたいです。すみません、クラスター、要するにそのクラスターを調査するにあたって、クラスター調査、すみません、クラスターを調査するにあたって早
対策は、まあ、まさにこの新型コロナウイルスの特性が、まあ、分かってきた中で、非常にあの感染拡大の一つの大きな、なんていうんですかね、キーになっているというか、だと思っています。まあ、北海道においても北見の事例をはじめとして、クラスター対策を行ったことによって感染拡大の防止に効果があったというふうに言えると思いますし、で北海道での取り組み事例を参考に今各県などでもクラスター対策官への要請やまたそのクラスター対策が行われている中でですね、一定の成果を上げているというふうに思っています。まあ、今回あの、まあ、さまざまな点で言われているような、まあ、10人いたら8人は感染をさせていないという状況の中で、そういった一定の条件が重なる中でのそういったクラスターの連鎖が一番危険というの感染拡大を起こしているということがやはり特徴として分かってきた中で、早期にその専門家の派遣を要請をし、厚生労働省としても国立感染症研究所のそういった感染症のですねスペシャリストをはじめとする対策班に力添えいただいたというのは大きかったというふうに思います。その調査の中で、分かったことで、判断した数値知事 の防止策であったり、これまで、明らかにしてきたその、対策であったり、いろんな方針があれば教えてください。そうですね、クラスターの調査で分かったことで、はい、これをやっていこうというように考え出した、何かその政策的なものがあれば。まあ、政策的なものといいますか、そのクラスター認定というか、そのいわゆる濃厚接触者を追っていってですね、そういったあのクラスターの疑いがあるところというのは徹底してPCR 検査をやるということに尽きると思います。結局そのクラスターかどうかということをしっかり専門家の目で見た上で、PCR 検査が必要かどうかということを判断した中で、まあ、いわゆる国が示しているのは医師の判断はないし、37度5分が4日間ないだとか、基礎疾患がある方が2日とか、そういうことですけども、そうではなくて、そういった集団感染というか、クラスターが疑われるような状況の時は、もう片っ端からですね、PCR 検査をやっていくということが一つ確立されたと思うんですよ、北海道モデルでですね。今、他のところでも軒並みやってるじゃないですか。ですからそういった対策というのはこれからも必ずクラスター叩きというかそういうのはですねこれずっと必要になると思うんです。必ずその網に引っかかってくるので陽性反応で網に引っかかった時にそういったものがクラスターを招いてないかどうかを、行動歴や濃厚接触者を追ってでそこに集中的にそのクラスター叩きをやっていくということはですねこの新型コロナウイルスの特徴として専門家としてもそれは必要だっていうふうにおっしゃってますし北海道でも効果があったというふうに思います。わかりました。よろしいでしょうか。ご質問されてない方でご質問あればお受けします。事実診断です。柔らかい質問で柔らかい質問、まあ、社会経済活動を回してその感染対策を両立させながらそれで今気持ちの問題が必要だと思うんですよ ね、 すね。最初の緊急事態宣言というのはネーミングがインパクトがあったから新型の外出自粛要請とかありますですね、経済の影響を懸念しているとか非常に多いと聞いています。だから、今知事がこの緊急事態宣言のですね、世界に胸を張っておられるなら今こそその気持ちの問題で、ね、知事がマスクを外すことが社会経済活動にマスクにつながるようになると思うんですタイミングで。いやマスクについてですね私もここの記者会見の場所が今まで適切な換気が行われてなかったですね記者の皆さんが結構こう密集している状況があったりとかですねちょっと記者クラブの皆さんとご相談してそういう我々も予防の観点で記者の方と
皆さんで取り組んだ上で、大病院長も言ってますしね、はい、知事の健康な方の予防のためにマスクをするなど、限定的だという話も、うん、まあ、そういうことらしいですから、まあ、いや、この環境でつけてるということです。普段質問をされているときは、外されてる場合によりますね、私も多くの方にお会いしますので、で多くの方と長時間お話をしたりとかっていうこともありますので、まあ、今専門家の中でも近い距離で長時間お話をされる場合はこれは私も体温を測ってますし自覚症状っていうのはないわけですから、そういった意味では大丈夫だとは思ってますけども、やはりそういった近い距離で、長い時間お話をする場合については我々は道民の皆さんにお願いをしている立場なので、お願いをしているものがそのお願いを守ってないとなると、それはちょっと違っちゃうみたいなことになっちゃうもんですから、やってます。ただ、しっかり感染予防対策が取られた状況であれば、それはマスクする必要がないわけですから、その点については、そういう対応をしたいなと思います。じゃあ、近く。ここがちゃんとした対策、取った上で、外したい。他ご質問ございますか？何度も話題に言いましたけど、県内との病室ということの問題なんですけれども、まあ、結局これまでの同時の呼びかけというですね、まあ、もうしょうがないことですけど、いろいろ話したらとか、行かないとか、そういうことが分かったと思うんですが、具体的にこう、活性化させるためには、こういうことに気をつければ、こういうことが集まっているのが落としているとか、それなんか具体的にはですね、そういう事例集というか、そういうのをなんか作られるのがあるんですか？まあ、まずは事業者の皆さんが取り組んでらっしゃることがありますので、もう多分ホームページにアップしたのかどうか、あれですけど、対策本部が終わった後に更新させていただくということでお話をさせていただいたので、そういったものを皆さんご覧いただきながらですね、各事業者の取り組みをしていただきたいというふうに思います。それとやはり道民の皆さんはお一人お一人がですね、どういった条件がやはり感染リスクが高くなるかということについては、今一度そんなの言われなくても分かってるよという方も多いかもしれませんが、外出の時に確認をしていただいて、その外出先が大丈夫かどうかということについては確認をしていただきたいと思います。その中で今お話があったような、取り組みにあたってのそういった事例ですよね。これは本来ですね、国としてそういったものを示すべきだということは私言ってまして、知事会の中でもそれ確か表現に出てくれたかどうかわかりませんが言ってるんですけど、これは 全国で同じことだと思うんですね。例えば政府が言ったそういったスポーツジムだとかって言ったら、その業界の方がですね、大変な状況になっていたりだとか、じゃあそうであるならばどういう対策をしたら逆に言えば大丈夫な状況になるのかということは、お話をされてないわけです。ですからその点は我々国の判断を待ってたらもしかしたらすごく遅くなっちゃうかもしれないので、その部分がどうやれば事業者の皆さんと取り組めるかっていうのはまさに考えていこうとは思いますが、まずは今直ちにこういう状況だったら安心ですってことは申し上げることできないものですから、外出されるにあたって、3点ご確認いただくことと、そういう日程したそういう風通し悪いところじゃないかとかですね、そういうところを注意していただいた上で、行動していただきたいと思います。今言った問題提起というのは私も重要な観点だと思っています。ちょっと細かい情報公開の在り方というのを一つに16日でしたが、83歳の男性がですね、亡くなった際に居住地域が公開されなかったという事例があったんですけど、これはどういう理由だ。まあ、前にもこの記者会見の中でそういったやり取りが一部あったかもしれませんが、お亡くなりになられた方、まあ、その情報の取り扱いについては、まあ、その公衆衛生上の必要性と個人情報保護の
観点から、まあ、比較考慮した上でですね、まあ、判断をしていくということになろうかと思っています、そしてまあ、一つ感染拡大防止っていう観点で考えますと、その医療機関で、お亡くなりになられた陽性の方がですね、その医療の管理下にある中での亡くなりになられた状況で、その感染拡大にその情報をお伝えすることがですね、その必要な情報としてあるのかということもやはり考えなきゃいけないと思いますし、またそのご遺族の皆さんのですね、そういった思いというのも当然、大切にしなければならないというふうに思います。まあ、これはお亡くなりになられた方のお話ではございませんけれども、だから、感染拡大防止の観点から、例えば職業ですとかいろんな行動歴だとか、それを公表することによって感染拡大の防止になるなということと、個人情報保護をどうするかということを比較して考えた上で、それでもやっぱり感染拡大防止の観点から必要だから公表しなきゃダメだよなということもあると思うんですが、ことお亡くなりになられた方の状況については、その方がさらなる感染拡大を広げていくという状況というのはお亡くなりになられているわけですから想定されないわけですね。ですからそういったことや個人情報保護の観点からも判断をして、ご遺族とにご意向もお伺いしながら対応していくということになるということです。先日の事例はそうおっしゃった条件によって、そうですね、公衆衛生上の観点と個人情報保護の観点から、まあ、そのような対応にさせていただきます。よろしいでしょうか。ご質問されてない方でご質問があれば最後お受けしたいと思います。よろしいですか。なければ以上で本日の記者会見を終了いたします。ありがとうございます。